広島の人間は、核があってはいけないいうことをね、一生懸命訴えられているいうのは正論じゃないかなと。で、まあ、直接被爆してない人でさえね、まあ、いろいろと運動しとられるのに、被爆者が黙っとることはなんかやっぱり一つの罪悪じゃないかなという気がしますね。当時11歳だった中村さんは、爆心地から 2.4 キロ離れた大芝町で被爆しました。中村さんはあの日を語れない被爆者の一人でした。心の中に傷跡が残り、今でも辛い経験だからと言います。しかし、原爆という事実の風化が叫ばれる中、語ることは被爆者の責務と考え、自らの体験を語ります。私は、警報解除で小学校の方へ参りまして、それで朝お掃除をみんながすることになってたんですよ。で、私が一番最後だったんじゃないかなと思うんですけど、バケツとほうきを持って片付けようとした時に、男の子がどっから言ったのか、その姿は確認してないんですけど、B29だいう声で窓際に走り寄ったんですよね。で、こう空を見上げて B29 を見ようとした時に、もう B29 のその形を見たような気もするし、見えなかったかもわからないんですけど、もうピカッと光った印象の方が強いんですよね。で、こう首をかしげた途端にピカッと光って、なんかその光が稲光とかあんなんじゃないし、今まで焼夷弾とかそんな経験が広島ではないもんですから、爆弾に対するそのまあどっかに落ちたとかいうんで防空壕に入る練習なんかはしたんですけど、実際にはそういう爆弾には直面してないもんですから、何かびっくりしてとにかく逃げなきゃいうんで、階段の方行こうとして教室から廊下へ出たんですよね。で、曲がった途端にドカーンって音がしたから、まあ、避難訓練の時に目と耳を塞いで伏せるいう訓練を中島国民小学校でしてたもんですから、もうとっさの時に目と耳を塞いで廊下へ伏せたんですよね。で、それからどのくらいの時間が経ったか全然分かりませんけど、ドカン言うて、なんかこう土煙か何か分からなかったけど、真っ黒になった感じがしたんですよ。それまでは覚えてるんですけど、それからこう静かになって、なんかこう霞がかかるんじゃなしに、こうネズミ色が薄くなった感じの中で、こう目覚めたんでもないし、そこらが全然わからないんですけど、とにかく教団の中に入ってたんですよね。で、私はなんか神様が教団を私の上にかぶせてくださったから、怪我をしなくて済んだんかなと、もう長年そういうふうに信じてたんですけど、ちょっと人間のこう運動系統とかそういうものを、体の中の動きとかいうものを勉強し始めて、そうじゃなしにとっさの起点みたいなんで、爆風で飛ばされて出てきた先生の教団の中へ私中へ入って難を逃れたんじゃないかなと思うようになったんです。爆風でこう中あれでしょ、人の話を聞くとね、やっぱり被爆した人が自分は助かったけど、お母さんは自分を助けようと思うて、要は昔は路地がありますでしょ、雪あたりのそういうところへ飛ばされて打ちつけられて即死したお母さんの話を聞いたことがあるんですよ。だけど爆風が教室の中入りますでしょ、
それで飛ばされて教団が廊下へ出てきた中へ私がとっさに入ったんじゃないかと思うんですよ。だから頭を怪我するんでも最小限で済んだし、廊下だからすごいガラスが全部めちゃくちゃなんですよ。でもう私子供いと不思議だなと思うんですけど、でこう手探りのような状態で下まで降りたんですよ。そしたら下駄箱に当時はみんなわらじを履いてたんですよね。で中島では配給の運動靴履いてたんですけど、大芝居来るとみんなわらじなんですよ。で恥ずかしくて、おじいちゃんにわらじを編んでもらって、晩にで履いて通ってたんですよ。で自分のわらじやっぱり赤とかね、いろいろこう印をしてるんですけど、そのわらじが見つからんから人のわらじ履かずに素足でガラスの上を逃げてるんですよね。それでも全然足の裏は怪我をしてないんです。隣の大芝小学、国民小学校の私らは新校舎で、建物が倒れずに済んで、で当分使ってたんですけど、隣の校舎は裏側はどうなりますか、北側ですか、古い校舎だったんです。でそこに兵隊さんがずっとおられたみたいなんですよね。でその校舎は潰れたんですよ。古かったせいかね、建物の影なのに潰れて、だから兵隊さんは亡くなられたり怪我をされたりしたと思うんですけど、で兵隊さんと一緒に逃げているんですよね。で担架、まあ、板戸みたいなのに重傷の人を乗せて、まあ、カールガール担いで、私もちょっとだけ担いだ覚えがあるんですけど、一緒に逃げて、それでみんながこう泣いてて、引率の先生もちょっと覚えてないんですけど、多分私のクラスの先生じゃなかったように思うんですがね。でその先生について後で確かめたら祇園の方だったんですけど、私長塚まで逃げたんかなという、まあ、気がしてたんですよね。で長塚の小学校まで一応行ったのは覚えてるんですよね。でそれからあとなんか集会所みたいなところへ行ったように思うから、祇園の方まで行ってたみたいなんですけど、ゾロゾロ先生についていきますでしょう。でいろんな被爆者と出会っても無感動なんて、怖いとも気持ちが悪いとも何にもない、不思議な状態で、今の資料館見ますでしょう。であんな生ちょろいもんじゃないんですよね。まだ恐ろしいもんなんですけど、それでもその当時恐ろしい勇気はない。夕方近くなって、私の同級生のお父さんが、訪ねてこられて、でそこで連れて帰ってもらったんですよ。で今三滝の放水、太田川放水路があるんですけど、当時は小さい川だったんですよね。で小学校は川を渡って大芝なんですけど、逃げる時は川をどういうふうに渡ったか覚えてないんですけど、川の両へりは竹やぶがずっとあったと思うんですよ。当時ね、どの辺まで続いてたか分かりませんけど、だけど川を渡って山伝いにずっと家の方へ帰ったんですよ。で私の祖父はもう火が回った時点で防空壕に防空頭巾に水をかけては火の中をくぐって大芝小学校までたどり着いたら、もうみんな逃げた後で安心して帰ったい。だけど私よりは先に帰ってたんですよね。で私らはまあ、親か父、おじいちゃんはどこへ逃げたかいうことは分からなかった、まあ、家へ引っ返したみたいなんですよ。で私はその友達のお父さんに、まあ、お父さんも亡くなられてるんですけど、連れて帰ってもらった記憶があるんですけど、なんかもう
怪我はね、左の頭のね、ここだと思うんですよ。これだと思うんですね。ちょうどね、あの当時はこうなんかいらなかったんですよね。なんか深かったんですけど、あの今はちょっとこう指がこうはまる程度、こういう感じ。で、陥没してるんですか。ちょっとだけね。その当時はこうえぐれてたんですけど、家の中はあ、まあ、あの家財道具いうんか、まあ、あの私の習字とかいろんなあの勉強のテストの答案とかいうのはもう散乱してるいうんか、あの吹っ飛ばされてあの、まあ、症状とかもらえますよね。そんなのはあのなんか散らばってたいうんかね。だから家の中がひっくり返っとったんじゃないかなと思うんですけども、自分のものしか片付けてないから家族のものいうのはちょっと片付けたいう記憶はないんですけど、あのおばあちゃんだから洗濯物を、まあ、弟がやけ、まあ、結局やけどが原因で次男が死んでるんですけど、ほんで父もやけどしてるんですが、外に干してた洗濯物があの焼けた、火がついたいう話なんですよ。被爆しても建物は、普通の建物は壊れても、焼けたのは藁屋根だけだったみたいで、それから洗濯物とか、まあ、火がつく、つきやすいものが外にあれば多分焼けてたんじゃないかな。それに来られたらしい。それが B29 じゃあ言うて声をかけちゃったから、あの父と母が子供を置いて出たらしいんですよ、 B29 を見に。それでその時日陰だったんですよね。で母は右の首じゃったように思うんだけど、ちょっとやけどしてる、軽いやけど、まあその当時としたら軽いですよね。で、あのふっと振り向くと、あの子供がね、煙が出て豚の丸焼きみたいになってたらしいんですよ、次男が。で父が慌ててあの抱えて連れて出よう思うて、抱えた途端に二次被爆だと思うんですけど、なんかピカピカっと光ったんか、そこらはちょっと私もわからないんですけど、あの火傷の範囲としたら父の方がひどいんですよ。で弟は喉と頭なんですよね。で顔は綺麗な顔で、喉仏と頭の上だけなんですよね。あとは火傷、こう抱えられた、で体は守られたみたいな、父のおかげで。だけど大事なところをあの被爆して、程度が多分あの中まで被爆しとったんじゃないかなと思う。父はほだけ背中も腕も首もこう全部背中いう感じですよね、出てるところ。ほだけ前側は、前側いうんです、お腹側は焼けてないんですけど、腕とか背中とか足とかもうほとんど半身以上被爆して、もうずるむげですから。でその治療を言って、治療法なんかないんですけど、家庭治療をあの、まあ、してまして、うじが湧くとこうつまんで取ってあげるんですよね。弟なんかはかわいそうなかったですね。働けないし、長男だからガラスが全身に突き刺さったまま帰って、それでそのあの当時井戸だったんですよね。井戸水を汲むよりも、あのちょうど黒い雨が降ってきて、たらいにバケツとかそんなのがあのちょうど入ってた水で洗ったみたいなんですよ。あの被爆の影響みたいなものはずっと浸透するでしょ。だから2世にも3世にも行くんじゃないかないう気がするんですよね。で自分の子供を見てると、私の親にないあのものが、親は被爆してるけど生まれたのは被爆以前の子ですから、私は。
そうすると私の子は被爆後の子ですよね。そしたら何かの形で残ってると思うんですよ。そしたらそれが薄れるまでに何代かかるかいうことは恐ろしいことですよね。私ね、まあ、原爆はねまだあのいろいろと、まあ、世界で初めていうのもあるし、まあ、日本の国が、まあ、よその国に比べて恵まれると思うんですよね。だけどシベリア行って苦労された方とか、あの神戸に親戚が多かったんですけど、もう行く先々で焼夷弾が落ちてきて、もう死に物狂いで逃げ歩いたとか、まあ、いろいろ話を聞きますと、まあ、戦争いうものが、ね、核を含めてもう大変なことだと思うし、今もあの世界であちこちで、ね、そういう争いが起きていることも含めてね、まあ、戦争は嫌だなと思うんですけど、あの核実験だけでもわからないけどすごい影響があると思うんですよ。排気ガスどころの影響じゃないかもしれん。そうするとやっぱりあの広島の人間は、うん、核があってはいけないことをね一生懸命訴えられているというのは正論じゃないかなと思う。